番ドン。それでは先鋒戦レディーゴー。なるほど、このドアを使って自由に演技しろってことか。よー、今帰ったぞ。だはは、今日も大物だったぞ。おっと、これは釣りから帰ってきたワイルド系のお父さんだ。持っていないはずなのに手にカジキマグロを抱えているのが見える。すごい演技力だわ。さあ、これをどう受ける。お兄ちゃん、もう12時近いよ。え、こんな時間まで何やってたの？お兄ちゃん、待て待て待て、俺はお父さん。私の知らない匂いがする。はあ、女ね。いや、だから俺は女なんでしょう。これ演技なんだよな。そんなことどうでもいい。もしもお兄ちゃんが揺らぎ以外のものになるんだったら、そんなお兄ちゃんいらない。なんという引き迫る演技。箱にも揺らぎ、恐ろしい子。ストップ、ストップ。実行委員会からこれ以上は倫理的にアウトとのダメ出しが入りました。これからがいいところだろうが。ということで、先鋒戦圧倒的な演技力により箱には揺らぎ選手の勝利だ。